看什么呢？如果你演飞行员，这个日本的航空业就受到很大的鼓舞。如果您吃什么面包，这个面包就很受欢迎。用什么口红，口红就卖得很多。您会意识到这是一个特别大的一个 power 吗？或者会恐惧这种力量吗？也。比如说您是唱歌演戏，然后对于大部分人来讲，木村先生是一个偶像，是一个 idol， 这样的一个评价对你来说，你是觉得无所谓吗？还是说有点遗憾？你更希望成为一个非常专业的演员或者非常专业的歌手？でもその思ってらっしゃる皆さんの感情っていうのは、その人の感情だと思うので、それに対して自分が。立てついたり否定したりっていうことは、その人が思ってることをねじ曲げる自分に必要性はないと思うし。那您在内心最希望自己是什么呢？对自己最大的期待是什么？いや一番はないですよ。その時自分が何ができるかだと、もうそれしかないですね。やることが多少変わってきますけど、そんなになんか分けて考えたことないですね。でも好き嫌いで多分僕はやってないと思うので、哇，你真的是可以把自己的喜欢不喜欢这种个人感，就是个人的这种感受，就压下去，压抑下去，然后变成一个更职业的表现吗？別に押し殺す必要はないと思うんですけど。好き嫌いでやってはいないですね。在世界范围里面，包括在不同历史时期，有没有哪个演员对您来说是特别大的一个这个榜样？你觉得我需要演得像他那么好？有这样的人存在吗？どなたかいらっしゃいますか？我有啊，我有我，因为我是平时是个作家嘛，我有非常崇拜的作家。なるほど。僕は誰だろう。
我现在最崇特别崇拜特别喜欢的一个人，就是一个日本作家永井和风嘛，他是一个自由自在的灵魂，他可以不管当时日本社会怎么看他，他就只做他自己。嗯，我特别崇拜这样的人。嗯，でも僕の中ではそうですね。誰だろう。著名な方というよりかは、割と身の回りにいる先輩方かな。そういう人たち本当にこういくつになっても色気がある先輩がいるし、なんか著名な方というよりかは身の回りにいる方ですね。僕は。所以您是一个非常生活在此刻的一个人。可以立刻そうです正解ですまさに对你来说在什么地方？冲浪有那种兴奋，有那种恐惧。高尔夫是什么？そうですね。本当に若い頃は、ゴルフと麻雀はもう本当に絶対にやるもんかっていうふうに、自分のその仲良くしてくださっている人が先輩なんですけど、これ麻雀とゴルフだったら絶対にお前に負けないっていうふうに一言をいただいて。そこで急に火がつきましたね。何事も練習だと思いますよ。経験しないとなかなかできないですよね。経験を積み重ねる。表演演戏的准备的时候练习是非常多的吗？まあその内容、そのキャラクターがどんなキャラクターなのかっていうところで、まあそれがドクターだったり。レーサーだったり、その人ならではの特別ななんかテクニックが必要な場合は練習はするかな。你说理发师、这个开飞行员、所有这些职业里面哪个最难练习对你来说？ピアニストがあったんですけど、全然実は本当は弾けないです。那开飞机开得好吗？いや無理でしょ。いや無理でしょ。那比如导演要找您来演这个戏，比如现在我想拍部电影来找木村先生来演这个角色，我怎么说服你是最容易打动你的？いや多分その作品を作るそのまんま多分ダイレクトに自分のところに話は流れてくると思いますよ。でそれをどうするかっていうジャッジをすると思うんですけど。心を動かされるとか、そういったなんか、まあもちろんパッションは必要なのかもしれないけど、そこまでなんか、計算ではやらないですね。包括你会自己感觉到啊，这个我演的太好了，或这个我演的不那么好，你自我的评价清晰吗？或者重要吗？对你来说？そこはないです。そこはない。その監督のオッケーに向かってもう突き進んでいくので。那如果这样的话，不会有觉得不会觉得自己其实是被自己的周围的环境，可能是自己公司的人、周围的人，或者是合作的导演推着走吗？而不是自己找自己的节奏，因为他们的评价是最重要的，他们的判断是最重要的。でも自分の好き嫌いはそのキャラクターに何にも関係ないので、
その話が、自分の、なんか 100% 愛せる話じゃない時もあったっていうことなんですけど、だって家族全員こう集まってるシーンで誰も笑ってないとか、そんな話嫌でしょ。でもそういう話やったんですよ。華麗なる一族っていう話だったんですけど、でもあれは独特な時代の日本のこう中であったそのドラマだったので、理解很多这样的不同的角色，对你自己的人生会有很直接的改变吗？そこまではないかな。内閣総理大臣を演じたとしても、なんかこうそこまで政治に対して関心を持つっていうことも、そんな極端な変化もないし、我特别喜欢你演的这个内阁总理大臣《Change》，里面有一段 speech。你觉得，比如说你在背那段 speech 的时候，内心是一种洋溢着想改变日本那种冲动吗？その役を通じて何かを伝えたいなっていうのはもちろんそのどの作品を作る時も、まあでもあのお話をやった時っていうのは確かにその投票率が低い現在っていうものがちょっとでも変われたらいいよねっていうモチベーションはあったと思います。包括你已经演过各种各样的职业和角色了。有没有期待过一个特别的角色，自己特别想演？役をやりたい、こんな役をやりたい。ああ、でもそれはあの僕が本当にあげるものではないと思うし、それはもうなんだろうな、レストランのメニューみたいに選べるものではないと思う。那比如您喜欢的这个啊，《One Piece》里面的主人公，包括你演的这个《Change》里面的这个总理大臣，他们都是那种个人很强的这种，我想实现什么，然后带领大家去实现某种改变。您不想成为这样的角色吗？是更主动的代表方向？いやでも演じたキャラクターはキャラクターで、自分は自分なので。もう今何でもその個人個人一人一人思ったことを全て表現できる世の中になってるじゃないですか。飛び交ってることは認知してますし、自分から与えるっていうよりかはもうそこのキャッチボールだと、それができる方が僕はいいと思うので、そこはそういう欲求はないですね。包括您对整个日本社会对年轻人有这么大的一个影响力，如果你做一个飞行员，日本的航空业就受到很大的鼓舞。如果您吃什么面包，这个面包就很受欢迎，用什么口红，口红就卖得很多。您会意识到这是一个特别大的一个 power 吗？是一个特别大的力量，能把这种力量能转化成改变日本的这种力量吗？您会这么想吗？或者会恐惧这种力量吗？いや。怖いと思うことはないですけど、発言したことだったりとか自分が表現したことに対してそんな恐怖には思ってないですね。むしろ楽しんでるというか。或者说因为你的态度也好，你的选择也好，有很多的追随者，你会使你的表达变得很相对更谨慎吗？更符合大家的这种期待。まあコメントの内容に関しては、でもそうですね、リップサービスをそこまでできないことを言うっていうのは僕は良くないと思うので、まあ言ったならばそれを実現させた方が、じゃあ